人数関係ないですよ。本当ですか。多くても、はい、少なくてもこう緊張の仕方は、ね、角度が違うので。本番5分前ですね。はい。何のために生きてるのかっていうところ。幸せになるために生きてるんです。その幸せって何かって言った時に、この4つを全部手に入れることなんですよ。ゆうすけさんで美容業界ナンバーワン成功コーチをしてる方で、美容業界の教育革命をして、で美容業界のトップの方々を集めて、これからのリーダーシップについて、リーダーが変わらないといけないってことで、はい、そういうことを教えてもらってます。まあもう山下さんと初めてお会いしたのは15年以上前かなって思うんですけど、その時からやっぱり日本一にならないといけないんだって影響を受けてまして、でそこから僕も日本一っていうようになって、だんだん今おっしゃられてる日本一が見えてくる、はい、日本一になるために必要な材料が見えてくる、はい、本当に出会えて、人生の中で出会えて本当に良かった人でありますし、はい、山下さんと出会えてなければなんか今の自分もいないだろうなっていうぐらい、僕の中でもすごく影響力をくださっている先輩です。江上修さんで、年収1億円志向というシリーズの本を書かれた方で、一番最初に会った時に、山下君、あなたは何が問題だって言われて、まあ、美容業界なんで、採用が重要ですって話したら、山下君、あなたは本を書いた覚えて、あんたばっかりで言われて、え、本ですかって、それがきっかけで、本を書くようになったんです。3分も4000も経ってます。トータルナンバーワン。今日はこれからまた講演会ですよね。これから講演です、はい、今日は学生さんが企画をしてくださってるようなので、はい、あの僕興味があって、はい、あの本を読んでくれて、はい、スペシャルゲストとして呼んでくれて、はい、文教シビックホールですね。そうです、はい、すごいところですよね、はい、幕張メッセでまあ1万人相手にしてやったことがあるので、はい、人数関係ないですよ。あ、ですか。多くても、はい、少なくてもこう緊張の仕方は、ね、角度が違うので、はい、今日学生さんなんで、はい、今日喋ることでもちょっと変えるって感じですね。変えましたね。最初本の内容を話してくれって呼ばれてたんですけども、はいはい、急に一昨日これじゃなくてこっちの話なんですっていう題名が来て。あ、そうなんですか。はい。でも徹夜で直しましたよ。あ、本当ですか。はい、やっぱりそこでこう、はい、いやそう言ったじゃないですかっていうわけにもいかないんで、はいはい、これだけの人が期待して、はい、来てよかったと思って帰ってほしいんで、はいはい、目の前の仕事を全力尽くしますんで。やっぱ再現性高いですね。大丈夫ですか。土台ができてるから大丈夫ですね。ああ、見えやすくなりました。この方がいいですね。はい。リブロさんが販売しに来てくださって、はい、去年1万人公演やった時に来てくださって、はい、今日は突然電話いただいて、すごいリブロさん。あ、急遽です。そうなんです。嬉しいです。本当嬉しかったですよ。支えてくれる人がいるんですね。はい。本番5分前ですね。はい。
もう3分前もう3分前ですか。3分前です。もうすぐですね、はい、はい、お願いします。今この2分以内にあぶんの呼吸になればいいんですけど、ね、若い人が多いですね。学生さんですね。21歳とか21歳って皆さんおっしゃってましたね、はい、じゃあワクワクしてるのと不安という時間帯ですよね、はいはい、そうですね。みんな礼儀正しい。それでは山下誠二さん、よろしくお願いします。どうぞ。よろしくお願いいたします。今日テーマをいただいて、自分らしい人生の作り方ということでテーマをいただきました。根本的に人間って生きてるわけじゃないですか。それで何のために生きてるのかっていうところなんですが、それも幸せになるために生きてるんですよね。じゃあその幸せって何かって言った時に、この4つを全部手に入れることなんですよ。上からいきますと、健康、時間、お金、良好な人間関係っていうのが4つあって、例えば、皆さんが、時間もたくさんある、お金もある、で良好な人間関係、友達もいる、だけれども健康が1個なかったらどうでしょうか。幸せでしょうか。じゃないですよね。あるいは先生みたいにかっこいい人になるには、例えばどうしたらいいんですか。アースに明日行くことです。男性って二十歳からどういう考えでどういう仕事をしてきたか、どういう徳を積んできたかによって顔って変わるんですよ。体型も、もう顔は履歴書ってよく言うんですけども、僕らなんかはこう設計プロだから、ここに筋肉があるんですよ。例えば表情を作ってるからいいですよ。かっこよくなるんですよ。筋肉が構成されてるんですよ。で姿勢も特に筋トレをするわけじゃないんですけども、いつもピシッとしてるとそういう筋肉がつくんですよ、勝手に。だからどうやったらかっこよくなるっていう答えは、仕事を しっかりとした考え方でやるっていうこと、情熱を持って、そうしたら勝手にかっこよくなります。飛行機の搭乗までまだお時間少しございますが、はい、どういった過ごし方をされますか。これから公演なので、はい、こういうの資料の最終確認をします、はい、ありがとうございます。待ってました。